ットボトル 1.5 リットルとお湯 500ミリリットルでもできます。発泡系入浴剤、トンカチ、タオル。手順がですね、この発泡系入浴剤をトンカチでトントンと砕いて、砕いたやつをこのペットボトルの中に入れるだけです。砕いていきます。はい、こんな感じでね、結構砕けたんじゃないかなと思います。はい、これを入れます。ポチャンと、ほらほらほら、泡が出てきた、泡が出てきた。この状態で、泡少ないかな。もうちょい入れましょう、もうちょい。これはやばいぞ、竜巻が見えんぞこれ。皆さん、色が濃すぎて竜巻が見えませんでした。ということで、ちょっと方法変えます。ですね、入浴剤によって色がついてしまったがために竜巻がね、見にくくなってしまったんで、後ろから光を当てることによって竜巻見やすくしていこうかなって思います。しゃあ、竜巻起こすぞ。回転させて、おお、結構来てる、結構来てる。ただちょっと見にくいんですけど、少し来てますね、竜巻が。あー、回転が止まっちゃったな。なるほど、入浴剤が大きいとね、まあ、今回2センチだったんですけど、その分入浴剤が重くて水と一緒に回転しにくくなって、竜巻が発生しなかったんじゃないかなと思ったので、入浴剤を2センチから1センチに軽くすれば水と一緒に回転して竜巻が起こるんじゃないかということで、入浴剤1センチで実験していきます。あ、できてるできてるできてる、ちっちゃいのができてます。あ、やっぱり入浴剤が小さいとこのように、おお、入浴剤が待ってる待ってる待ってる。地表付近の空気が回転していて、そこに上昇気流によってその回転してる空気が上に持ち上げられて竜巻が発生するんでしたよね。で、今回炭酸入浴剤をお湯に入れましたよ。そうするとブクブクブクって泡が出てきて、それが上昇する力になるんですね。この上昇する力と水の回転によって竜巻が発生したということなんですね。あなたの動画がニュースになる。